皆さんこんにちは。ダヴィンチリゾルブゆっくり解説動画です。今回はダヴィンチリゾルブ最初に知りたかったこと16選と題してお話ししていきます。今ご覧いただいている内容となりますので、ダヴィンチリゾルブをこれから始める方、あるいは始めたばかりの方に向けての内容となります。初歩的な話になりますが、よろしくお願いいたします。ダヴィンチリゾルブ初心者の方が分かりやすいようにゆっくり進めていきます。ここまでは音声読み上げソフトによる AI の音声でした。改めましてこんにちは、それではこちらの内容に従ってやっていきます。1番新規プロジェクトの作り方から最後の空のトラックを削除、ここまでを順番にやっていきたいと思います。ではまず最初こちらですね、1番、新規プロジェクトの作り方、こちらをやっていきます。今回はこれからダヴィンチリゾルブを始める方、あるいは始めたばかりの方、こちらの方々が分かるようにお話をしていきますので、一番最初のところからスタートしていきます。こちらのデスクトップの画面でやっていきます。まず最初ですね、こちらにありますダヴィンチリゾルブ、こちらのアイコンをダブルクリックします。はい、ではダブルクリックです。そうしますとダヴィンチリゾルブが立ち上がります。立ち上がるまで、開くまでですね少々時間がかかります。はい、開きました。初めて開いた方はこちらのプロジェクト、これしかないと思います。他のプロジェクトはですね、すでに作ってあるプロジェクトがここに、あるということになります。それではですね、新規プロジェクトを作っていくんですが、ですね、こちらをダブルクリックしても開きます。こちらをダブルクリックしても開くんですが、今回は、こちらです、新規プロジェクト、こちらをクリックして開いていきます。はい、ではこちらをクリックです。そうしますと新規プロジェクトを作成となりますので、こちらにお好みのテキストを入力してください。今回は、このままでもいいんですね、このままでもいいんですが、今回はテストと入力します。はい、テストと入力しました。これで作成です。では作成をクリックします。そうすると新規プロジェクトが開きました。ですね、今のように開くとですね、テストと入力したんで、こちらにテストというふうに名前が入ります。はい、では次いきます。次は2番、こちらになりますね、プロジェクトを設定とあります。これをやっていきます。このプロジェクトの設定なんですが、これをやらなくても開くことはできますが、最初ということなので、一応その説明をします。右下にですね、この歯車のマークがあります。プロジェクトの設定です。ではこれをクリックします。そうしますとこのようなものが開きます。ここにですね、マスター設定とあります。ここでですね、細かく設定をしていくんですね。タイムラインの解像度っていうのがあります。今 1920×1080 の HD となってます。この下向き三角をクリックします。ここでですね、自分で、解像度を選んでいくわけですね。例えば 4K などで、撮影しているという素材を使う方はこちらですね、 3840×2160 のウルトラ HD、 これをクリックします。そうしますとこちらに 3840×2160 というふうに入ります。今回、こちらで使う素材はですね、 1920×1080 を使いますので、こちらをクリックします。はい、こうなりますね。次にですね、タイムラインフレームレートっていうのをやっていきます。デフォルトでは24となってます。1秒間にですね、24枚のフレームがあると、いうことになります。下向き三角をクリックします。ですね、こちらに30とあります。30はですね、テレビなんかはこれになってますね。
最近の 4K テレビは別として今までの普通のフル HD のテレビでいうと30フレームになっています。ただ最近 4K も多いのでそういう場合は60フレームというふうになっているかと思います。で今回はですね24フレームでいきます。はい、24にします。これは映画で使われているフレーム数になりますけれども、これは1秒間にですねフレームが24あるという、そういう意味になります。フレームっていうかあれですね、パラパラ漫画でいうところの24枚の画像があって、それをパラパラめくっていくと、1枚1枚は絵なんですけども、連続してやるとそれが動いて見えるという、動画に見えます。それが24枚で構成されているという意味になります。次にですね、下再生フレーム、これも同じになります。24になります。ではもうちょっと下を見てみます。ずっといきまして、ここはこのままでいきます。ビデオフォーマットは 1080×24 でいきます。でもう少し下にいきます。ここなんですが、プロキシメディアフォーマットっていうのがあります。ここがですね今 DNXHR の HQX になってます。このパソコン Windows を使ってますので、このようになってます。Mac の方は違うと思います。それでですね下向き三角をクリックします。今回は少し下げます。 S級まで下げます。解像度を下げます。ではこれをクリックします。次にですね最適化メディアのフォーマット、これも S級まで下げます。クリックします。で S級にします。それからこちらもですね同じようにクリックして S級まで下げます。これどういうことかと言いますと、ちょっと元に戻って説明しますと、上の方よりもですね下の方が解像度が低いんで、再生するときですね、再生じゃなくて編集ですか、編集するときにですね動画の動きが割とサクサクといきます。ただ上の方に行きますと、動画作成してるときですねカクつくんですよね。カクカクとカクついてうまくいかないという、これはパソコンのスペックによっても違うんですが、私の使っているパソコンですと S級でやってます。こちらでやってます。ちなみに i7 を使ってるんですが、それでも S級の方が滑らかに動きます。ここでですね S級に落としても最終的に書き出した時には元の素材それを使って書き出しますので、ちゃんと綺麗な画像になりますので大丈夫です。はい、ここまで来ましたら保存をクリックします。では右下の保存です。はい、これで保存されました。では次に行きます。今度はこちらの3番になりますね。3番、現在の設定をプリセットとして保存、これをやっていきます。まず右下ですね、先ほど開いたんですがプロジェクトの設定をクリックします。そうしますと今作りましたこれが入ってますね。 S級 とか、それから24フレームで、1920×1080 の HD と入ってます。これをですね、このダビンチリゾルブにですね覚え込ませます。覚えてもらうと次からはですね今のような設定をいちいちやらなくても大丈夫ということで楽になりますので、それをやっていきます。右上にこの点点点と3つ点があります。これをクリックします。そうするとですねこの中に、これはちょっと自分のパソコンにすでに作ってるやつなんですけど、今回新しく作りますので、現在の設定をプリセットとして保存、これをクリックします。でここにですねプリセット名を入力します。またテストと入れます。はい、テストと入れまして、これで OK です。これでですねテストとして入りました。一旦キャンセルして、はい、消します。でちゃんと入ったか確認をしてみます。こちらですねまたプロジェクトの設定をクリックします。で、この右上の点点点をクリックします。はい、そうするとですねここに今作りましたテストっていうのが入ります。でこれを使いたいときはですね右側に、プリセットをロードっていうのがありますので、これをクリックします。
はい、ではクリックです。そうすると、この設定が今ロードされましたので、ここに24フレームで、ですね、1080で SQ というふうに入ります。はい、ではキャンセルします。次行きます。今度は4番、こちらになります。新規タイムラインの作成ですね。これをやっていきます。この左上にありますファイル。このファイルをクリックです。そうすると、ここに新規タイムラインとあります。これをクリックします。そうしますと、新規タイムラインを作成というのが出まして、タイムライン1と出ます。名前はここで自分でお好みの名前を入れてください。今回はこのままでいきます。このままで作成をクリックします。ではクリックです。そうするとこちらに新規タイムラインが入りました。それでですね、このタイムラインにつきましても、このように新規タイムラインっていうのを、このファイルからですね、ファイルから新規タイムライン、これをやらなくてもできることはできます。ただ基本的な流れとして今このようなことをやってます。では一旦これを消します。はい、削除します。では次行きます。今度はですね、こちらの5番になりますね。メディア、カッコ素材の読み込みということです。これをやっていきます。現在ですね、こちらになってます。カットページが開いてます。はい、これです。カットページです。ダヴィンチリゾルブを立ち上げますと、カットページが最初に開きます。ただですね、頻繁によく使うのは隣にありますエディットページ。まあ私の場合なんですけども、これを一番よく使いますので、人にもよるんですけど、ただやっぱりエディットページでやってる方が多いようなので、今回はエディットページの話でいきます。ではこちらのエディットをクリックです。はい、そうしますとエディットページが開きました。ここだといろんなことができますので、このページで紹介をしていきます。で、先ほどですね、この復習になるんですけど、ファイルをクリックして、新規タイムラインっていうのをやったわけですね。今回はそれをやらないでやってみます。どうやるかと言いますと、まずですね、メディアプール。今回は素材を読み込みますので、メディアプールをクリックします。はい、クリックしました。そうしますと、マスターっていうのが開きます。で、マスターが開いて、この辺にですね、新規タイムラインっていうのが作られるわけなんですね。このマスターの四角い箱ですね、この箱の中。この中で右クリックをします。はい、では右クリックです。で、この中にですね、メディアの読み込みっていうのがあります。これをクリックです。そうしますと、今回入れたい素材が開きます。ご自分のですね、パソコンの中から、使いたい動画を選んでください。こちらの方からですね、選んで、こちらに表示をしておいてください。で、今回使うのは、この2番、カウントダウンっていうのと、こちら、スペースシャトルと、これを使っていきます。そうしましたら、こちらのですね、カウントダウン10秒っていうやつです。これをクリックします。はい、クリックしてですね、こちらの開くっていうやつですね。これをクリックします。あ、その前にですね、すいません、キャンセルします。っていうか、スペースシャトルも一緒に入れたいので、2つ一度に選択します。2つ一度に選択する場合はですね、コントロールキーを押しながら、こちらもクリックします。スペースシャトルもクリックです。はい。そうすると2つ選ばれましたので、この状態で開くですね。これをクリックします。はい、ではクリックです。そうしますと、プロジェクトフレームレートを変更しますかというふうに聞いてきます。ちょっと読んでみます。選択したクリップとプロジェクトのフレームレートが異なります。タイムラインフレームレートを変更して一致させますか。この操作は取り消せませんとなります。これはどういうことかと言いますと、今選択したクリップがですね、30フレームの動画になっています。それに対して、先ほどプロジェクトで作りましたけれども、フレームレートは24で作っています。24と30で違うので、どちらにしますかと、30にしますか、24にしますかと聞いてきているわけです。なので今回はですね、
変更しないをいきます。24フレームのままにしたいので、変更しないをクリックします。ではクリックします。そうしますとこちらにですね、今の動画の素材2つ入りました。これが30フレームの素材が2つ入ったということになります。今のようにしてですね、入れてもいいんですが、もう一つの方法ありますので、そちらもお話しします。一旦この2つ消します。このように選択してデリートキーで消します。もう一つの方法はですね、今こちらですね、このカウントダウンっていうのと、スペースシャトルっていうこの2つの素材今回使うんですけれども、ちょっとこれ念のため確認します。これを右クリックします。右クリックしてですね、プロパティをクリックします。そしてですね、詳細をクリックです。で、ここで見てもらいたいのがフレームですね。30になってますね。フレームが30フレームとなってますので、先ほど言ったように24と30で違うので、どちらにしますかと聞いてくるわけです。では、OK をクリックします。もう一つの素材を入れる方法は、これですね、パソコンを開いている状態で、いきなりここからダヴィンチに入れるという方法になります。その場合ですね、まずダヴィンチ見えるようにしたいので、この右上にあります、こちらですね、これをクリックです。はい、クリックすると小さくなりますので、ここでですね、この今から入れたいやつですね、このカウントダウンというのを一つクリックします。そしてコントロールキーを押しながらスペースシャトルをクリックします。こうやると2つを選択できましたので、これをですね、クリックしてずっと持っていって、ドラッグ&ドロップでこちらに入れます。はい、そうするとまた同じことが消えてきます。変更しませんので、変更しないをクリックします。はい、入りました。こんな感じでですね、やりやすい方で素材を入れてください。で、こちらに素材が入りましたらば、これをですね、この下半分ありますけど、この下半分、こちらに入れます。入れ方はですね、今回も2つ同時に入れますので、2つ選択します。1個ずつ入れても大丈夫です。今回は2つ同時に選択して、で、どちらか一方をクリックします。で、クリックしたまま下にずっとタイムラインに下ろします。はい、下ろしました。で、ここで離します。そうするとタイムラインに入りました。このやり方なんですが、先ほどこちらファイルをクリックしますけども、新規タイムライン、ここでですね、タイムラインをあらかじめ作っておいて、そこに入れるというのが本来なんでしょうけども、これやらなくてもですね、今のようにですね、こういった素材を下に下ろしますと、自動的にここにタイムラインが作られます。では次行きます。今度は6番になりますね、こちらです。タイムラインを広げるというのをやっていきます。こちらなんですけど、今入りましたけど、動画1、これ上は動画なんですね。映像になります。で、下が音声になってます。ちょっとこれ狭すぎますね。狭いっていうか、高さが足りないので、高さを出します。こちらのですね、このカーソルなんですが、ずっと持ってきて、この辺まで持ってくると、このような形に変わります。ここでクリックしてこのまま上に上げます。はい、上に上げるとですね、このように映像が見えるようになります。下のですね、音声も同様です。この辺に持ってきてクリックして下に下げます。はい、そうすると音声の波形が現れます。さらにですね、タイムライン、もうちょっと広げたいと、この幅ですね、ここからここの幅を広げたい場合もあるんですね。映像とか素材をいっぱい入れてきますと、足りなくなってくるんですね。その場合はこのカーソルをですね、また同じように、この境目あたりに持ってきます。そうするとこのように上下に矢印がつきますので、ここでクリックします。で、クリックしたまま上に持っていくと、このように広がります。下に持っていくと小さくなります。ここでですね、上のビューワーですね、こちらのビューワーと、下のタイムラインの幅の調整ができます。では次行きます。7番になります。こちらになりますね。バックスペースキーとデリートキーの使い分けと、これのお話をします。こちらのカウントダウン。
こちらをクリックします。でここでですね、まずバックスペースを押してみます。選択した状態でバックスペースです。はい、そうしますと消えます。消えますが、消えただけで他に何も変化はありません。後ろにあったこちらのクリップですね、このクリップはそのままになっています。では一旦戻します。戻すときはコントロールキーを押しながら Z です。はい、これで戻りました。次はですね、デリートキーをやってみます。また同じようにこちらのカウントダウンをクリックします。ここでデリートキーを押します。はい、では押します。そうしますと今の消えたと同時に、先ほどこれ後ろにあったクリップですね、これが詰まってきます。詰まって前に移動します。このようにバックスペースキーとデリートキー、どちらも削除はできるんですが、このような違いがあります。ではまた戻しておきます。コントロールキーを押しながら Z です。はい、戻しておきます。次行きます。8番ですね、スナップとリンク選択、はい、これのお話をします。こちらにですね、2つほどあるんですね、この白く選択されているやつ。この左側の方ですね、こちらがスナップと言います。で右側、これになります。これがリンク選択というのになります。今ですね、スナップ、これがですね選択されているので、例えばですね、こちらのクリップをクリックします。でこう右にずらします。で左にずらします。とピタッとつきますね。磁石のようにつきます。ピタッとこうきますね。これが今こちらクリックしてるからなんですね。この上でクリックします。スナップの上でクリックします。はい、クリックしました。そうするとグレーアウトしました。こうなりますと、見ててもらうと分かるんですが、ピタッといかないんですね。このようにピタッといかないで、逆にそのままずーっとこうなっちゃうわけですね。こうなっちゃうわけです。なので普段使うときはですね、こちらのスナップ、これはクリックしておいた方がいいと思います。そうするとピタッピタッとこううまくいきますんで、これでやってください。隣にありますこれですね、こちらは何かというとリンクの選択なんですが、クリックしてみます。はい、クリックしました。でですね、ちょっと一回これ今選択されてるんで解除しますね。この辺でクリックします。で今グレーアウトしている状態で上の映像をクリックします。はい、ではクリックです。そうすると映像だけ選択されました。一旦解除します。次はですね、下の音声、これをクリックします。そうすると音声だけで映像は選択されてません。このようにですね、別々に編集したいときあるんですね。映像だけを編集したいとか、音声だけをカットしたいとか、まあ、いろいろその場面に応じてありますので、そういう場合はこれを使います。普段はですね、一旦解除します。普段はこちらをクリックしてリンクの選択をこのように白くしておいてください。そうすると上をクリックしてもこのようになりますし、下の音声をクリックしても映像も選択されるというふうになります。はい、では次いきます。9番、こちらになります。再生ヘッドをクリップの先頭へ移動とあります。これをやっていきます。今再生ヘッドこちらにあるんですが、これをですねクリックしてずっと右に持ってきます。例えばここにクリップがあったとします。でこのクリップをこの先頭に持っていくという場合はですね、このようにクリックしながら移動しても大丈夫なんですけれども、もっと簡単にやる場合はですね、キーボードの上矢印キーを1回押すと先頭に行きます。ではやってみます。はい、こんな感じでですね、一発で頭に持っていくことができます。ちなみに下矢印キーを押してみます。そうするとこのようになります。さらにもう一回下矢印キーを押しますと、このクリップのですね一番後ろまで行きます。ではやってみます。はい、これ一番最後まで来ました。こんな感じでですね、上矢印キーと下矢印キーを押すとクリップの頭に移動することができます。次はですね、こちらの10番になります。再生ヘッドを1秒単位で進めると、これをやっていきます。
その前にこちらのカウントダウンというやつ一度再生をしてみます。再生はですね、こちらにあります再生ボタン、これをクリックしても大丈夫ですし、キーボードのスペースキー、これを押しても再生できますので、ではスペースキーを押します。カウントダウンですね、このように10から始まって、19876543210とこうなります。でここでスペースシャトルが打ち上がるので、これにですね今のカウントダウンタイマーを重ねていきたいと思います。それで重ねるもんですから、このカウントダウンっていうクリップですね、これですね、これをこの上に持ってきたいわけなんですね。そこで先ほどやったんですが、これでは狭いので、ですね、これをクリックします。この辺でクリックですね。で上に上げます。でこれでも狭いので、下に下げます。全体を下げます。この辺でクリックします。で下に下げます。で上を開けてですね、ここにこちらをクリックします。クリックしたままずっと上に持っていって右に持ってきます。はい、そうしますとビデオ2というところに、トラック2ですね、トラック2に入ったんですが、この幅狭いですね。このような場合はですね、まず先ほどと同じようにこちらでクリックして、上にやったりしてこのようにしてもいいんですが、2つ以上ある場合はですね、一気に全部揃えたいんで、その場合はですねシフトキーを押します。でシフトキーを押しながらマウスカーソルのホイールをくるくる回します。今回してます。そうするとこのようにマウスホイールを動かすことによって、尺を変えることができます。高さを変えることができます。まずここ開いたのでここを詰めたいと思います。詰める場合はですね、これを全部このように選択してでクリックしながら左に持っていってもいいんですが、もっと簡単な方法は、この辺をクリックします。クリックして先ほどやったんですが、デリートキーを押します。ではデリートです。そうすると全体が一瞬でこのように縮まります。縮まるっていうか左に寄ってきます。で、もう一度再生します。再生する前に再生ヘッド一旦戻します。戻す時もですね、キーボードの上矢印キーを押します。一回押します。そうするとここに移動します。もう一回押します。はい、頭に来ました。それでここで再生をします。はい、あれですね、上にあのカウントダウンタイマーかぶせたので下の映像がもう隠れちゃってますね。そういう場合はですね、カウントダウン、上をクリックします。でこれを小さくします。縮小します。縮小する場合はですね、右上にありますインスペクター、こちらですね、インスペクターをクリックします。クリックしてですね、こちらに変形とります。変形のズームっていうのがあります。今 1.0 になってます。 1.0 の上でクリックです。でクリックしたまま左にスライドします。そうすると小さくなります。このようにしてですね、右にやったり左にやったりするとここで縮尺を変えることができます。ちなみに今これ 0.3 になりました。先ほどは1だったんですけど、0.3 にするとこのぐらいの大きさになります。この状態で再生をします。再生ヘッドを先頭に戻します。はい、スタートします。 10, 9, 8, 7, 6, 5。今見ていただきましたけれども、こちらのカウントとですね、下にありますこの音声がですね合ってませんので、これを調整します。また先頭に戻ります。で1秒ぐらいずらしたいと思いますので、ここでやっと1秒出てきましたけれども、シフトキーを押しながら右矢印キーを押します。ではやります。シフトキーを押しながら右矢印キーを押します。そうしますと1秒再生ヘッドが1秒ずれました。こちらを見てもらうとちょうど1秒ですね、1秒進みました。でこの1秒進んだところに、この上のクリップを移動します。はい、移動しました。この状態で再生をします。 10, 9, 8, 7, 6, 5, はい、だいたいやってますね。 3, 2, 1,
干ずれてますね。若干ずれてます。では次いきます。次はですね、11番です。クリップを1フレーム単位で進めるというのをやっていきます。今見てもらったようにですね、若干ずれてるんですね。こういう場合はフレーム単位で移動する必要があります。では戻ります。こちらのカウントダウンをクリックした状態で、キーボード、こちらのカンマですね、カンマのキーボードを押します。そうすると左にずれます。では押してみます。はい、左にずれました。今ほとんどわからないぐらいなんで縮尺を変えます。見やすくします。こちらにですね、マイナスとプラスとあります。こちらのプラスを押すとですね、ズームインとなります。ではクリックします。これでですね、大きく拡大できますので、これでちょっと説明をしていきます。ですね、こちらに小さい白い点があるんですね。こことか、こことか、こことか。これがですね、1フレームになります。これが24フレーム集まると1秒ということになります。で、フレーム単位で、こちらですね、カウントダウンを移動するためには、先ほどやったんですけども、キーボードのカンマ、これを押してみます。では押します。はい、そうすると1フレーム左に寄りました。逆にですね、ドットボタンを押してみますね。隣にあるドットボタン。そうするとこのように右に移動します。ここでですね、1フレーム単位で微妙に動かすコントロールができます。はい、では今回1フレームだけ左に寄せました。この状態で再生します。このズームでは全体が見れませんので、一旦全体を見てみたいと思います。その場合はですね、こちらマイナスですね、ズームアウト、これをクリックしてもいいんですが、何回も押さなきゃいけないんで、一発でやる方法はですね、シフトキーを押しながら Z を押します。ではやります。シフトを押しながら Z です。そうするとですね、全体ですね、この動画全体が、このタイムラインの中にちょうどいい具合で収まるというふうになります。では、セントに戻します。で、再生します。T-10、9、8、7、はい、今度はいい感じですね。では次いきます。12番、クリップの長さを変更、これをやっていきます。もう一度再生します。この辺はですね、だいたい音声と合ってます。ところが最後の方ちょっとずれます。今0と言いましたね。これはですね、この尺と下の音声がですね、微妙に合っていないということになりますので、上のカウントダウン、スタートはちょうどいいんで、後ろの方もう少しこれ伸ばしたいと思います。伸ばす方法ですけども、まずこちらをクリックした状態で選択しています。この状態で、右のですね、このインスペクター、この中にあります、この速度っていうのがありますね。速度をクリックします。はい、クリックしました。で、ここでですね、このカウントダウン、もう少し伸ばしたいので、伸ばしたい場合には、ゆっくりと再生すれば、その分長く伸びますので、こちらの速度変更っていうので調整します。では、やっていきます。まずちょっと上のビューはですね、狭いので少し広くします。このようにして少し広げておきます。で、スタートするんですが、最初のスタートはですね、ちょうどいい具合ですね。19、8、7、6、5と。ところが最後のですね、3、2、1、0になってくると、こちらの数字とですね、こちらで読み上げてる音声がですね、若干合わないんですよね。その辺ちょっと注意してみてください。では再生します。T-10、はい、今見てもらった通りですね、1と言ってる時にもう0になってるんですね。なので、こちらのクリップを伸ばします。その伸ばす方法なんですが、ですね、これを選択した状態で、右側にありますこの速度変更、これで調整をします。
やり方はですね、今 100% になってますので、これを 90% ぐらいにします。で、ここで90と数字を入力もしくは移動するんですが、その前にですね、注意点としてタイムラインをリップルというのがあります。このタイムラインをリップルをクリックします。この左の四角い箱にチェックを入れます。ではクリックです。はい、こんな感じになります。これをやってからですね、やってからこの速度変更をいじります。クリックします。100の上でクリックします。で、クリックして左にやるとですね、このように数字が小さくなって、右に動かすと数字が大きくなります。で、今回は90ぐらいにしたいので、この上でクリックします。はい、クリックしました。で、90と入力します。90と入力すると、ここがですね、長くなります。わかりやすくするために、ちょっと伸ばしておきますね。伸ばしすぎました。はい。今この辺にありますね。この辺にありちょうどストップボタンですか。停止ボタン。その下ぐらいに今あります。ここでこの101っていうところ、まあ100でもいいんですけど、これをクリックして90と入力します。数字で打ち込みます、今回は。はい、今90と入力しました。これでエンターを押すと、ここですね。ここがどうなるかを見ておいてください。では、エンターです。はい、見てもらうと伸びましたね、ぐっと。先ほどはこの辺だったんですね。このぐらい伸びました、90% にしたので。これで再生をします。T-10、9、8、7、6、5。はい、ちょうどいい感じですね。このようにしてですね、調整をすることができます。では次行きます。今度は13番、クリップのコピーですね。はい、この13番、クリップのコピー、これをやっていきます。また尺を変えます。ちょうどいい長さにしますので、シフトキーを押しながら Z です。はい、これで全体が見えます。で、今度はこのカウントダウンというやつですね。再生ヘッドを元に戻します。はい、ここまで持ってきました。このカウントダウンっていうクリップをですね、今左にありますけど、これをですね、2つ作ります。まずこれをですね、この辺ですね、左上に持っていきたいと思います。まずクリップをですね、クリックした状態で、1X、今0になってます。この上でクリックします。クリックしたまま左にスライドします。そうするとこういう風になります。左に移動します。これはですね、横軸の移動なんですね。X は横軸の移動です。次は縦に動かします。これを上に上げますので、Y 軸を使います。Y をクリックします。クリックした状態で右にスライドします。そうすると上に上がってきます。はい、左上に上がりました。で、これをですね、今回コピーするので、もうちょっとこのタイムラインを広げます。はい、この辺でクリックです。で、このまま上に上げます。そして、このカウントダウンをクリックします。で、そのままですね、オルトキーを押します。はい、オルトキーを押したまま、そのまま上にスライドします。そうすると同じものがコピーできました。で、コピーできたらですね、今度はこれを右に移動したいと思います。これっていうのはこれですね。これをこの辺に持ってきたいと思います。なので、ちょっと画面広げますね。下にずらします。で、クリップの高さもですね、全体的にもう少し低くします。はい、このぐらいにしときます。今、コピーしたこちらを選択した状態ですね。このように赤い枠で囲まれている状態で、1X っていうのをクリックします。クリックしたまま右にスライドします。そうすると今コピーされたやつがどん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 右に移動してます。はい、これで全く同じものが2つできました。この状態で再生をします。はい、そうするとコピーできたので同じものが左上と右上にできたということになります。これがコピーの仕方です。ちなみにもう一つコピーのやり方をやってみます。またこちらをクリックします。そしてですね、
クリップしたコピーを置きたい場所の先頭に再生ヘッドを置きます。ここに置くとですね、ここにコピーしたものができます。やってみます。コントロールキーを押しながら C を押します。では C です。で次にそのまま V を押します。はい、そうするとコピーされました。これでも同じですね。これをクリックした状態で、今度はこれをですね、下に下げてみます。下げるにはですね、この Y 軸をクリックして左にスライドします。はい、この辺に移動しました。ではこれで再生します。はい、これがですね、最初にコピーしたやつですね、右上。でこのまま行って、今度は下ですね、下に移動します。はい、これが今コピーしたやつです。はい、止めます。こんな感じでコピーはできます。では次行きます。14番、音声を消す、トラックをミュートとあります。これをやっていきます。再生ヘッドを先頭に戻します。で再生をします。でこうやるとですね、私が喋ってる声とこの下のですね、音声がダブってうるさいわけですよね。こういう場合はこの下のこれを消す場合なんですが、はい、一回止めます。ちょっとうるさいので、こういう場合はですね、こちらの音声をミュートします。こちらにですね、トラックをミュートとあります。これをクリックします。はい、クリックするとですね、赤くなります。で再生ヘッドを戻してスタートします。はい、そうするとですね、音は出ません。これで音が消えてますね。もう一度押します。はい、このようにですね、ここを押したりするとオンになったりオフになったり、オンオフをここで切り替えることができます。では次いきます。15番、トラックをロックとあります。これはどういう時使うかっていうとですね、まず実際やってみます。例えばですね、このビデオ1っていうやつあります。ビデオ1の下にここにですね、鍵のマークがありますね。トラックをロックとあります。これをクリックします。はい、クリックしました。そうすると白くなります。このようになりますと、こちら見てもらうとですね、このように灰色になりますね。再生ヘッドを移動します。先頭に持ってきます。でこれをクリックします。右のインスペクターを見ていただきますと、操作できない状況になってますね。このように数字を動かすことができません。つまりですね、一度このようにして作ったやつ、自分でいろいろと変更を加えたやつをですね、誤ってまた消してしまうということがないように、いじることができないように、ここでロックをかけるという操作です。ビデオ2とかビデオ3には、このロック今グレーアウトしてますんで、これは変更を聞くんですね。こんな感じでロックをかけます。では一旦外します。それでは次に行きます。はい、最後になりました。16番、空のトラックを削除というのがあります。これをやります。これはどういうことかと言いますと、今ここにコピーいろいろしたんですが、こんなにコピーはいらないんで、実際はカウントダウンタイマーというのが1個あればいいわけなんですね。なので、これを消します。カウントダウンを消します。クリックします。その前にですね、分かりやすいように、これちょっと上に上げますね。そして、この、一旦この辺をクリックします。先ほどやったんですけど、こちらですね、リンク選択をクリックします。で、音声だけをクリックします。それで、こちらの音声をですね、下にコピーしていきます。オルトキーを押しながら下に下げます。またオルトキーを押しながら下に下げます。まあ、ちょっとわざと多めに作ります。わかりやすくするために多めに作ります。そうすると自動的にトラックがどんどん増えてきます。上にもトラックがどんどん増えてきます。このようにトラックがですね、どんどん増えていってですね、で後からですね、これいらなかったということで消したとしますね。これ消します。バックスペースキーで消します。これもバックスペースキーで消します。ここでですね、間違ってデリートキーを押したとしますね。ではやってみます。デリートキーを押します。
そうするとこのように全体が消えてしまうんですね。このようにデリートではなく、この場合はバックスペースキーを押すということを注意してください。では元に戻します。コントロールキーを押しながら Z です。はい。もう一度やります。クリックします。で、バックスペースです。で、またここをクリックしてバックスペースです。で、上もですね、これも使わないのでクリックします。で、これもバックスペースです。必要なのはこれだけですね。これだけあればいいので、他はいらないので、この辺ですね、余分なやつ、これは消しときたいんですよね。というのが、後々またいろんなやつを足していく可能性もあるので、なるべくすっきりとさせておきたいので、これを消していきます。その場合はですね、この辺でですね、右クリックをします。はい、右クリックをしてですね、ここに空のトラックを削除とあります。これをやるとですね、いらない部分が全部消えます。ではクリックします。はい、そうするとですね、余分なのが全部消えました。こんな感じでスッキリとさせた方がやりやすいかなと、編集をやりやすいかなというふうに思います。もう一度こちらを見てみます。1番からずっとやって16番。ここまで全部終わったというところです。最初にですね、いろいろと覚えておくとですね、後々編集がですね、やりやすくなるかなと思ったので、紹介をしました。今回は以上となります。もしよろしかったら高評価、それからチャンネル登録ボタンもお願いいたします。では失礼します。